どうもお疲れ様です。今回ですね、12月になりましたんで、改めて YouTube についてお話をね、進めていこうかと思います。まあ、YouTube を始めて一番最初に目指す目標ってのが、おそらく多くの方が収益化じゃないかなと思うんですよ。で、収益化としては、まあ、1000人のチャンネル登録っていうのが一つの目安になると思います。で、この1000人のチャンネル登録ね、やっぱり活かせるためには、自分の言いたいことを言ってるのは非常に情報発信としては大事なんですけども、とりあえず収益化を達成しなければなかなかね、モチベーションにつながらないところもありますので、まあ、とりあえずは収益化っていうところで目標をフォーカスするために、ちょっとしたヒントをね、何点かお話しようかと思います。まあ、一つ目は同じテーマで語り続けるってことかなと思います。チャンネルのテーマを決めて、そのテーマだけでずっといくってことですよね。私がやってる隠居 TV っていうのは、それこそノンジャンルで雑誌のようにどんなジャンルでも行くんですけども、これはあんまりいい方法ではないんですよ。やっぱり恋愛のチャンネルだったら恋愛ばっかりずっとね、追求していくことが大事ですし、それから健康についてのチャンネルを作ったんだったら健康についてのことばっかりずっとやるのがいいんですよね。そうすると健康について興味がある人が次の動画を期待してチャンネル登録をするってことが起きるんですよ。このサイクルを作ることが大事なんですよ。でも一つのことにフォーカスするとネタがなくって、どうしても別のネタをね、挟みたくなっちゃうんですよ。そういう場合は二つ目のコツなんですけども、スイッチっていう方法を使いますよね。まあ、例えば健康のネタを発信しているチャンネルがあるとして、どうしても芸能人のスキャンダルのことが話したくなった場合、その場合は芸能人のスキャンダルのことをまずぶち込んでいくんですよ。それがいかに健康にいいのか悪いのかってことを後半で話していくっていう形で話題を変えていって、最終的には健康のチャンネルに結びつけていくっていう方法です。そうすると様々な発信をしていても結論は健康ですってことになりますので、まあこのチャンネルは維持できるってことなんですよね。このように一つのテーマで喋っていくってことが大事になってきます。次はですね、トレンドを扱うってことなんですよ。流行りものをね、まあ、主には Yahoo のトップページに出ているニュースを扱っていったりとか、それから Twitter のトレンドを扱っていくって形ですよね。まあ、そうすると流行りものってのは多くの人が集まってきますから、瞬間的なチャンネル登録を起こしやすいんですよ。で、そういう時に一気に10人とか20人とかっていうのがどんどんと稼いでいくわけですよね。で、当然さっきのスイッチっていう方法を使いますから、流行りの話題で掴んでおいて、後半は健康の話に持っていくっていう流れは変わりません。そして新しくこの瞬間風速的に起きたチャンネル登録っていうのは、基本的に解除率も高いんですけども、でも一定のレベルで残ってくれるんですよ。これはチャンネル登録の解除をし損ねたりとか、めんどくさいからしなかった人ってことが含まれてます。で、こうやってまずは1000人を突破する流れを作っていくっていう方法になりますね。チャンネル登録が増えてちょっと減って、増えてちょっと減ってってやつで、このトレンドを扱うってのは本当にね、チャンネル登録を稼ぐためだけに割り切ってやるんですよ。そして1000人を超えて収益が達成された暁には、今度は自分の好きなジャンルを次々と話していっても、全ての再生が自分の収益になりますので、これはモチベーションがもう落ちないんで、結果チャンネルがどんどん伸び続けるっていう流れになります。やっぱりね、このね、1000人に行くまでに何をするかってことと、収益化して何をするかってことはまた違うんですよね。まあ、細かく言うと、チャンネル登録10人に行くまでにやることと100人に行くまでにやること、もうこういうのも変わってきます。それぞれのフェーズに応じて発信する内容を変えていくと、最短最速で YouTube の目的を達成することができるってことになりますね。ちなみにですけどもね、私もこの夏から専門チャンネル、政治系チャンネルをしまして、政治の中でも令和新選組に絞ったんですよ。で、その中でも令和新選組に徹底的にひいき目にやるっていう放送にしました。結果1週間でチャンネル登録1000人を突破して、2週間で2000人を突破して、その頃に収益化、メッセージが来ましたね。だからあっという間に収益化になったんですよ。収益化の申請をして1週間も経たずに収益化が達成したということで、私がね、今まで考えた中で最速でこの収益化になりましたね。で、今チャンネル登録6000人ぐらいになってるんですよ。わずか4ヶ月でこういった安定収入を得るチャンネルができたっていうのは、やっぱり私のね、 YouTube の収益化の、この今までいろんな方コンサルしてきて1000人以上に収益化に結びつけてきましたけども、まあ自らがやってみたらね、一番早かったってことになりますね。そこで反省するべきことは、
やっぱ伝え方を工夫しないといけないなと。私が自分で自分のノウハウをやる分には伝えてなくて自分で考えて一人前でやってるわけですから、まあ最も損がないんですけども、人に伝える場合はね、やっぱり言葉やいろんなノウハウを使いますので、そこで捉え違いや伝え間違いがどうしても起きてくるのかなと思います。これは今後の YouTube のコンサルに応用していこうと思いますけどもね。はい、それでは今回は以上です。お疲れ様です。